皆さんこんにちは、かえでです。そして岩本です。そしてかえちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はロイヤルグリーン水戸に来ております。はい、今回はですね、かえちちゃんの百切り試験まで1ヶ月を切っているということで、はい、もう最終駆け込み寺みたいな感じで、はい、駆け込み寺岩本コーチにレッスンしていただいております。ドライバーアイアンとやってきたんですけれども、はい、かえちゃんの実際の最近のラウンドはどんな感じですか？もうあのカエルさんがグリーン周り大事だよって、うん、トシミンも言ってましたね。トシミンも言ったのがもう身に染みて今来てます。えってことはグリーン周り、グリーン周りで大叩きしてます。あ、そういうこと、はい、一番の悩み、一番の悩み、はい、今一番の悩みで、何がいけないかって、はい、もう距離感が全然合ってないんですよ、うん、はいはいはい、まあ、そのスイングがいつも一緒にできてないっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、もうなんせ行ったり来たり、うん、超えちゃって乗るかと思ったら乗ったけど落ちちゃってとか、そういうのが続いてるので。何ヤードいないぐらいで、それは50、60とか。あ、60ヤード以内で、まあまあ距離ある、うん、そう、3度で打つかなぐらいの距離がなかなか打てない、うんうん、大きくなっちゃうことも結構ある。大きいことが多い。大きいことが多い、はい、はい、あ、じゃあ本当になんか尺っていうミスとかいうよりは距離感がもうつかめなくなっちゃったみたいな。そうです。あ、じゃあそれはもうね、はい、大変です。100切りするのにやっぱりグリーン周りはもう本当大変なので、うん、もうこれは見ていただいて、はい、直していただかないと、こっちも、はい、こっちも困ります。こっちも困ります。こっちも困る。そう、困ります。こっちも困る、こっちも、はい、私も困っちゃうので、はい、そうね、ちょっと、はい、なんて言っていいかね、分かんなくなってきちゃった。ちょっと60ヤード以内をじゃあちょっと一回打っていただいて、はい、はい、見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。誰がピンのこもって一回打ってもらって、はい、見てもらいたいと思います。はい。はい、ダフりもダフったね。ですよね、うん、はい、ダフってちょうどよくなった。ダフってちょうどいいということはちょっと振りすぎ。これ本当の芝だったらね、ちょっと引っかかっちゃって、ダフってなってますね、うん、もう一回いきます。あ、どうしよう、すぐです。これはいい、これはいい、これ良かった、うん、オッケー、距離もいい感じ、距離もいい感じですね、うんうんうん、はい、はい、分かりました、分かりました、分かりました、はい、いい感じに見えましたが、はい、かえちゃん今、はい、ここの赤い旗に向かって打つんだけど、はい、例えばフェースがここがボールだったら、はい、こう出そうとしてるか、こう出そうとしてるか、こう出そうとしてる。まっすぐ出したい。まっすぐ、はい、あんまりコックしないように棒通りに、棒通りに上げて棒通りに打ってるっていう感じです、うんうん、のイメージです。ここにまっすぐっていうとちょっと構えてみてください。はい、これ、フェースの向きがどこに向いてるかを分かりやすく、はい、おー、くっついた、くっついた、バックスイングしてで、ゆっくり戻してきて、まっすぐこれにぐーって持ってこようとすると、どこ向いてる？左斜め前向いてます。こっちよね、はい、うん、で、このまっすぐしようとすると、どうしても本来だったらこっちからこういう形にすると、まっすぐなってる？はい、なってます、はい、うん、で、これフェースを開くわけじゃなくて、今何をしたかって言ったら、インサイドからアウトにしただけだ。インサイドに引いて、インサイドに引いてアウトにしただけでフェースの向きが飛んでいく方になるんだけど、これまっすぐしようとするとこうなっちゃうので、はい、この歯が下を向いて、さっきちょっと突っかかりましたよね、うん、はい、はい、1打目なるべくこのフェースがまっすぐまっすぐっていうよりも、この状態でスイング別に全然直さなくてもいいから、この状態でまずこっちに振り出す練習をしてみよう、はい、今って入ってきてるところもインにしたいってことですか？インにしたい。へえ。アプローチってなんか外がいいんだと思ってました。どちらかというともうこういう感じでいいぐらい。あ、こっちからこっちに。ちょっと下から上みたいな感じで。上ぐらいの感じで、はい、カイちゃんの場合はちょうど多分まっすぐになる。ええー。
結果ね、結果まっすぐになる。今まっすぐにしようと思って左に行っちゃってで今度は左にボールが飛んでいくとどうなるかって言ったら、はい、左に飛ばないようにこうなっちゃう、うんうんうん、そうするとフェースの刃がボールのに当たってで、うん、トップ。あ、今さえちゃんとちゃんとこうやって捉えようとすれば左にも行くしチャックリもする、うん、確かにチャックリ左トップ。さっきの全部左言ってましたもんね、うん、目標の全部左だったからそういうことですか、うん、でこれはあの、まあ、インサイドアウトにするとかじゃなくてやっぱりまっすぐっていうものがこのクラブの性能に対して合ってないのでまずは少しインサイドからアウトに持っていくとどんなボールが出るかっていうのを、はい、あの一回やってみましょう。わかりました。インサイドに引いてでそう私がいいよ素振りしてみてこの辺に胸を向けていく感じ。そう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 。そっか、もっともっと引いてこう。そうそうそう。なんか手だけで行こうとすると胸と連動しないから、はい、胸考えてこっちの荷物をここの人にうん、あげる感じ、渡してあげる感じでいい。体はじゃあ今までよりあんま回らないぐらいな感覚になるんですか。うん、この状態でこっちの人にあげてこうやっていくので最終的には曲がる回るんだけど。そう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 、OK 引いてそう、この辺にね、この辺に私に、はい、でもずっと素振りがいい音してる、下の確かに吸ってる音がしっかりそうすごくいい音、いい音。じゃあ今の感じでちょっと今の感じでインサイドからそう、OK いい感じ、いいアプローチ、なんか簡単にアプローチできた感じします、感じする、はい、めちゃめちゃ滑ってましたよね。そう、めちゃめちゃ滑ってる。なんか体で持っていったみたいな感覚がありました。そう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 。面白い。面白いよね。すいません。はい。ライデが打とうとしてます。あ、打ちますか。すぐ練習行く。すいません。いや、ちょっと魅力的すぎて今のアプローチが本当にさっきまでと全然違かったんで、ちょっとやっぱなんか皆さん多分ね見てる方も。今もやりたいと思いますよ。今隣の座席に行こうとしてる。行こうとしてますよね今。応募しようとしてます。ちょっと一旦最後まで見ます。皆さんも一旦最後まで見てください。まだ一球しか打ってない。今もうね止めて動画止めて練習しようと思ってる人いるかもしれないけど一旦。いやめちゃくちゃ偉いと思って。面白すぎ。OK。確かになんか今までの感覚と全然違ったから。はい。おーうわーめっちゃいい、いいナイスアプローチ。めっちゃ褒めてくれた。すごい行きたい行きたいやりたい、やりたい。打ってみてほしいかも。全然感覚が違う、ね、いいですか。やってみてやってみて。で私も今までアプローチって何で外ねあれ高切りしておやおやよく外にあげろって、うん聞きますよね、どこかで。聞かないですか？聞かない、どこかも。で、まっすぐ出していくイメージなんですけど、はい、結構じゃあ、アイアンと同じぐらいの感覚で引いちゃっていいってこと？全然いい、全然いい。で、右前に出していく感じですね。はい、okay. そう、ちょっと得意味だけど。で、これ今ちょっとだけ手で、はい、それを少しこう胸で、そう、ナイス、はい、ナイス、ナイス。あ、胸で持っていく、ね、胸で持っていく。そうです。そうです。うわ、めっちゃいい。いい音。めっちゃいいし、あの、かえちゃんの悩みがグリーンオーバーだったじゃないですか。左ってやっぱりどん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 オーバーしていくけど、うん、右にボールが出せるとすごい安心感です。うん、あの止まってくれる球だって思って、ちょっとこれ私の動画じゃないんだけど、ちょっと関わりにします。失礼しました。かえちゃん、話し出したら止まらない。まっすぐはもうちょっと短い。立った状態でパターのようにすると少しまっすぐになるけど、はい、これはどちらかというと40、50なのでスイングに近いんですね。そうするとまっすぐってなかなかできないじゃない、はい、そうすると少しだけインサイドからアウターの方が、はい、あのこのクラブに応じたボールの高さが出てくる。感動。だから距離によって全然違う。全然、はい、違ってきます。これがもっと近づいていったらもうちょっとまっすぐで、もうちょっ と、立つ位置が、はい、今いいよ、かえちゃんここじゃん、はい、で、あんまりもうこの飛ばしていく方向をずらしたくないとき、もうこのラインをずらしたくないときっていうのは、はいはい、
パターンに近い方がいいので、ちょっとこことここの距離が、はい、そうそう近くなる、立ってる分そうそう短くも、そしたら自然にまっすぐにはなるよね。それでもすごくまっすぐまっすぐになるかって言ったらそうじゃなくて、まっすぐの位置があって少しインに入って、まっすぐの位置が入ってインに入る。だからあのドライバーもこっちに振り出しなさいよって言われてるでしょ、はい、言われました、はい、それはなんでかって言ったら、ドライバーって長いじゃない、はい、長いからこの位置のまっすぐするとカットになるよね。なるほど、長いわけだから、はい、それをもうこれをまっすぐまっすぐって言ったらカットになるから、うん、こっちに来てるものをここにあの出すぐらいでちょうど円ができるってこと。あ、やることはなんか一緒、一緒、ね、一緒一緒、ドライバーもアプローチも、あ、でもこの逆切り試験の時に一緒になるっていうのはすごいいいことですよね、うん、確かに全部違うスイングしなきゃって思ってると、うん、思わなくて全部一緒になるし、今までやったことが絶対生かされるし、それがドライバーにも生かされてくるし、うんうんうん、これ絶対あのオーバーのミス減ってくる。オーバーする気しなかったですね。する気しなかった、うん、それは良かった。ちゃんとペースに乗る、乗る、うん、乗る、うん、乗せようとしなくても乗ってくる、乗ってる感じしました。柔らかさが全然違いましたね、うん、すごかったかも、はい、すごかったかも、すごかったです、良かった。ピッチングもやっといてみる、うん、ピッチングも、うん、同じ感じっていうことですよね。同じ感じ、インに引いて、体ごとインに引いて、そう、OK、インに引いて、そう、こっちね、この方向に胸、そうそうそう、あ、そう、いいよいいよいいよ、インに引いて、そう、インに引いて、そう、OK、これは右に出してますか？うん、それまだ体がこう地面から少し起き上がってるから、インに引いたものを、あ、状態をそうそうそう下に向けながら、そう、はい、確かに打ち上げようとしてたかもしれない、うん、前傾角度戻ってくる、そうですそうです、このままインに引いて、インに引いて、そう、ナイス、ナイスナイスナイス、あ、オッケーオッケーオッケー、分かりました。なんかアプローチのボールっていう感じですね、うん、ちゃんと。確かにさっきまでの勢いはないけど、はい、しっかりふわっと上がってるっていうか。おお、うん、オッケーオッケーオッケー、いいよ、いい感じ。それで言うと、あの岩本先生、あの、はい、今、上げようとしてたっていうのと、うん、上げないでおこうっていう、ちょっと、うん、スイングの違いというか、どう、はい、気をつければそこの上げないでおこうっていう、このボールのここって通過点なので、はい、確かにインサイド、インサイドから来るんだけど、インサイドからこう来ちゃうと刃が当たっちゃいます、はい、でインサイドに来るんだけど、インサイドにこうやって戻ってこなきゃいけない、はい、こうこう戻ってきて、この状態のまま行ってもこうやって触れてくる。これがこうだと空振りしちゃうけど、この状態のままこうやっていくとちゃんとボールが、ちゃんとそれだけでも当たってる、アプローチになってる。そうってことは、ずっとやっぱりボールに対してこういう動きじゃなくて、この高さをキープしたまんま、はい、うん、低いってことは上半身前傾角度がちょっとキープをすると、前傾したまま、うん、球を上げたい感覚、こうやってした方が絶対上がる、絶対上がる。イメージしてさっき今素振りやってた感じで言うと、本当に地面にずっと、うん、ずっとなんかついてるような感じもいいと思います、うん、はい、それぐらいでいいと思います。なんかね、イメージとギャップがあるけど、はい、その方が上がってくる、上がっていくね。おー、え、もう音が全然違いますよね、うん、嬉しい。ちゃんとこうボールの下に入ってる感じがするよね。なんかピッチング使う機会増えそうな、増えそうな感じがする、うん、めっちゃいい、めっちゃいい、軽く触れて最高です。使える、使えます、はい、ピッチングも使っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ピッチング側の気持ち、うちのピッチング使ってください。はい、ということでアプローチ編だったんですけれども、はい、なんか今
回ね100切り試験に向けたレッスンをずっとしていただいてるので、うんはい、結構スイングアプローチは変えるのかなと思いきや、うん、本当にイメージというか、うん、だけで全然変わってて、うんはい、かえっちゃんのねあのオーバーしちゃうのがアプローチの悩みだったっていうところがあれだったらいけそうだよね。全然オーバーする気もしなかった、うん、する気もしない思わずカエルさんが練習したくなるほど、うん、あのいい音も出てました。出てました出てました。皆さんね途中で練習行っちゃってるんじゃないかなっていうぐらい本当、はい、すぐやりたくなる動画だったと思います、うんはい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、じゃあ本当にまた最後にカエルの100切り豆知識イエーイ、まあ、結構今日ねドライバーと、うんアイアンアプローチとやってきて、うんはい、やっぱね100切り試験ってすごい集中力すごい頭使うんですよ、うん、なんかね、うん、いつもと違う本当にヘッドヘッドになって、うん、頭が働かなくなっちゃうのでやっぱり大事なのは糖分、うん、こまめにそう思ってるよりも頭使うとね、受験生の時とか結構ね、うん、勉強してると疲れてきてそうそうそうお菓子食べたりとかしたと思うんだけど、うん、チョコチョコ、うん、一気に食べるよりもチョコチョコ食べることが大事なのと、うん、あとすごく大和コーチに教えてもらって効果があったのはアミノ酸、うん、アミノ酸を朝とお昼に摂ると、うん、なんかやっぱりその体の疲れとか脳の疲れみたいなのも多分ない、うん、全然違う感じがして感じなかった、うんうんうん水分とねそう水分と水分もね、うんうん、なのでその2つは当日、まあ、私も用意するのでティーも持ってくれて、はい、お菓子も持ってくれて、はい、お菓子も準備して途中でアプローチ失敗したらそれ困るんでそれ困るんですよ本当にってでも、ね、さっきのレッスン通りやったらねそうです、ね、困ることないから、はい、困ることないように、はい、糖分も摂取しながら、はいまあ、いい気分転換にもね、はい、なるので、はいうん、ミスした時とか多めにちょっと甘めにも、はい、差し上げたいと思います。一呼吸して、はい、呼吸もしてね。はいということで皆さんも当日の動画絶対チェックしてください。そして応援コメントもこちらの動画に書いてください。待ってます。頑張りましょうね。私も緊張頑張ろう頑張ろう頑張ろう、うん、頑張ります、はい、大丈夫ちょっと緊張してきちゃった。じゃあ頑張るぞ。おで終わりにしましょうか。はい、はい、絶対100切りするぞ。おー動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てね。